土木学会の会員の皆さん、会長の佐々木陽です。今日は皆さんにお伝えしたいことがあります。会長からのメッセージとしてまとめましたので、読み上げます。下水道に起因する道路陥没事故を受けての土木学会会長から会員の皆さんへのメッセージ。第112代土木学会会長佐々木陽。2025年1月28日に埼玉県八潮市で起きた中川流域下水道管に起因する道路陥没事故の発生以来、土木学会会長として、また一会員として心を痛めています。未だ捜索中の方、現場での対応に心血を注いでおられる方、現場周辺で制約のある生活を強いられている方、120万人ともいう水の使用に影響を受けた方、排水処理に関わる方、点検等に急遽取り組む各地の方など、多くの皆さんにお見舞いを申し上げるとともに、まずは現地に落ち着いた日常が戻ることを願っています。そして、土木工学に携わる専門家からなる土木学会の会員も、このインフラの事故に注目し、何をどうしていけばよいのかを思案していることと思います。インフラのメンテナンスや長寿命化はかねてより重要な課題でしたが、その認識が社会に広がり、対応が加速したきっかけは、2012年12月の笹子トンネル天井板崩落事故でした。今回の道路陥没事故は、それに匹敵する衝撃を社会に与えた、と受け止めています。国土交通省が2013年を社会資本メンテナンス元年と位置づけて以降、実に多くの取り組みがなされ、土木学会も土木界の先陣を切ってインフラメンテナンスの重要性の発信と技術の促進に取り組んできました。しかし、今回の事故は起きてしまいました。このことを私たち会員はどのように受け止めたらよいのでしょうか。特に今回私たちは目に見えない地下構造物の損傷及びネットワークとしてあるライフラインが機能喪失する事故が及ぼす影響の大きさと回復の難しさを目の当たりにし、さらにそのリスクはこれからもあり続けることを再認識しています。現在も続く事故への対応や構造物の健全性確保にとどまらず、より広い観点からの議論が必要と考えます。その際の観点とは何でしょうか。例えば、道路というインフラの地下には複数のライフラインというインフラが存在していること。これら地下にあるライフラインはいずれも目に見えづらいが、私たちのごく身近にネットワークとして存在していること。上水道と下水道も地域の水循環の一部を担っていること。これらインフラの整備、利用、維持管理には費用がかかり、その負担の仕組みもわかりづらいこと。これまでの歴史の中で作られてきた構築環境、ビルトエンバイロメントの中で私たち、は生きていること。幅広い私たちの理解と合意がなければ対策は進まないこと。などを視野に入れた上での課題解決の道を見出し、合わせてインフラを使う私たちがインフラとともにどう生きていくかを自分ごととして考える社会を目指す必要があるのではないでしょうか。これだけのことを一人で、一つの専門やセクターで考えることはできません。私たちの土木学会には、実に幅広い分野の土木技術者がいます。この力を活かし、土木学会は、あらゆる協会を開き、これまで以上にインフラメンテナンスとマネジメントのための広い意味での技術に取り組んでいきたいと考えます。そのための対話と議論の場をこれから準備していきます。同時に直接その議論の場に参加しない会員も自分ごととして
下水道をはじめとする身近なインフラとどう向き合うか、職場、家族、近所などの身近な人と話していただきたい。土木学会には学会誌という膨大な知のストックがあります。提言や声明もあります。これらも活用しながら自分の領域を固定せず、直面する課題に一人一人が関心を持ち、対話していくことが、社会を、未来をより良い方向に進めていく基礎体力を育むと信じています。3万8000人の会員の皆さんには、オール土木学会としてこの難しい問題に取り組んでくださるようご協力をお願いします。以上が現時点で考えていることです。また、学会誌の特集、土木学会からの提言や声明のなどへのリンクもウェブサイトにまとめました。ご活用ください。土木学会としての活動をこれから具体化していきます。皆さんもできるところから始めてください。最後になりましたが、このメッセージを作るにあたってアドバイスやご協力をいただいた皆さんに感謝いたします。